こんばんは。こんばんは。こんばんは皆さん。ちょっとお久しぶりですが、前髪伸びたね。伸びましたね。私も今日それ思ってたところ、どうしようかなって感じ。前髪の分けるか、それとも前髪を普通に下ろすか、分けないかっていうのが一番今ちょいむずいところで、まあでもギリ分けなくていけるかなって感じかな、なところですね今。こんばんは。前髪をね、切ったら切りすぎちゃうっていうのがあってさ、前回がちょっと切りすぎちゃったから、なんかもう切るの嫌だなと思って、今とりあえず伸ばしてるんですけど、あ、卒業公演申し込みます、ありがとうございます。そう、卒業公演なんですけど、4月29っていうのはまあもう発表されてたんですけど、今日新たに会場が発表されまして、会場はゲバントホールで、はい、公演、卒業公演を開催させていただきます。ゲバントホール、まだ時間は調整中ってなってたから、まだ私も時間とかわからないんですけど、はい、ゲバントホール、広島県ですね。広島で最後はあります。まだチケット受付とかはまだなので、またお知らせ、チケット受付始まったらまたお知らせしようと思ってるんですけど、そうだね、ちょうどもう1ヶ月後だ、4月29だからちょうど1ヶ月後に卒業公演あります。です、あっという間にあと1ヶ月そう、もう最後だから、もう本当に、うん、皆さんと楽しもうって思います。こんばんは。ちょっとまたこの1ヶ月は結構お知らせとかいろいろあるのかなって思うから、からまあ皆さんもチェックをよろしくお願いします。私も告知するし、いやー1ヶ月もあっという間と思うよ本当。だってもう3月もめっちゃ早かったもん、めちゃめちゃ早かったもん3月の1ヶ月間。だからあっという間に4月29来るんだろうなって思う本当に。ねえ、日々過ぎるのが早いよ本当に、本当に早いよね、もう早すぎてさ、そうなんだよね。
そう、今日は七並べランキングをねします。先月分もうさ、やっと先月分まで追いついた。通常まで来た。結構2ヶ月連続とかがちょっと溜まってたので、2ヶ月連続とかが続いてて、やっと追いついたよ。ウレピコ、今日やります、今日やります。あ、そう、あのね、 X にツイーポストしてたんですけど、気づいたかな、メールよりもポストした方が早いなと思って。こんばんはしたんですけど、先月分のやつ、第74回のやつですね。第74回おしめイベントランキングのランキング発表です。だから来月発表が最後、並べランキング、来月だから、今の今月のランキングが私は最後です。発表するのは4月はもうできないから、今やってる七並べ3月分のランキングで、私が発表するランキングは最後になるのになります。まだ最後って言っちゃったまだ最後って言っちゃった。そう、あんまりね、最後って言いすぎるとファンの皆さんがねちょっと悲しんでしまうから、あんまりちょっと言わないっていうね約束をしてたんですけど、言っちゃいましたね言っちゃいました。こんばんは。てかさ、もう今日の天気最高だった。もう今日みたいな日がずっと続いたらいいのに。ここ最近ずっとさ寒くてさ、春なのにさ、いやもう3月なのにさ、春来るんかなって思って、本当になんでこんな寒いのって思って。もうさ冬だよね普通にってさ思ってて、ずっとここ数日は過ごしてたのに、今日めちゃくちゃいい天気で、うわもう今日みたいな天気本当に好きって思って、春、今日春って感じた。めちゃめちゃ多分今年初ぐらいに春を感じて、これだよって思って、これだよこれだよって。まだ桜咲いてないけど、そう、この天気を春と言うんだって今日思った、ね、今日いきなりさこんな暑くなってさ、寒い暑いどっちやねんって本当に思う。まだ寒くなるのかな、わかんないけど、どっちやねんって感じじゃないね。こんばんは。300回訪問を
おめでとうございます。300 300 300見てるってすごいよね。普通にありがとうございます。300どちゃねんどちゃねん。じゃあやろうかな、七並べランキングね。第74回2月分の七並べランキング発表します。100位、荒木さん。99位、のとじまへぐらさん。98位、てちぽんさん。97位、えさしかさん。96位、なかさちさん。95位、JA さんさん。94位、リスのしっぽさん。93位、スノレパさん。92位、ひてなまさん。91位、ハッシュタグゆみりんと七並べさん。90位、こじやすさん。89位、チョコナナさん。88位、E353系オーペーさん。87位、表現の自由さん。86位、上田スポーツさん。85位、剣崎主任さん。84位、リョウとアットマークアさん。83位、ベルク練馬高松さん。82位、ヨシワンさん。81位、おはようさん。おはよう。80位、マーくん、ありがとうございます。ありがとう。そして79位、カープ HK さん。78位、アサリと伊達巻さん。77位、プチパイさん。76位、マサナサさん。75位、ザムリ、なんだ、なんて読むんだろう、ザムリデュアンさん。ザムリデュアン、デュアンさん。74位、ポチローさん。73位、沼かっこりょうすけさん。72位、まことくんつーさん。71位、裏方のおやじさん。70位、シーマさん。69位、ヒョムさん。68位、グリオさん。67位、煮るなり焼くなり二宮和也さん。66位、あっちゃん。65位、ラオウさん。64位、デフォルトさん。63位、三連覇さん。62位、ユーアットマークデータさん。61位、ダイダイアットマークミランチュさん。60位、福田パンさん、ありがとうございます。皆さんこんばんは。今七並べランキング発表しています。はい、では続いて59位、宮俊さん。58位、カズポンさん。57位、クリキントンさん。56位、あやパンがかわいいさん。55位、シンリンさん。54位、ケットシーさん。53位、旅人アットマークあやぱみんさん。52位、ゴーストさん。51位、ヘギオさん。50位、スーパーカイリちゃん。49位、ノリアットマーク奇跡の左足さん。48位、みなみさん。47位、まつくんさん。46位、食パンさん。45位、グッピーさん。44位、みきみきさん。43位、ひろふみさん。42位、うにさん。41位、りゅうきけんさん。40位、まさのすけさん。39位、 STゆうかさん。38位が和井さん、
ありがとうございます。イエッサ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 、ありがとう。はいはい、では第74回推しメインイベント37位でーん、文吾さんです。おめでとうございます。37位ってね、私のラッキーナンバーが37位なんです。だからいつも37位の方にはパンを差し上げております。これはまあパンっていうか、まあシナモンロールとマフィンかな。これすごい美味しそう、だからめっちゃおしゃれなんだけど、これおめでとうございます。で76位リカさん、35位ハチチさん、34位ユウキュウさん、33位白石すみれさん、32位ボンチーさん、31位ミクさん、ミクさん、ミクさん、これミクさん、未来さん、どっちやろ、ありがとうございます。30位ひろっちさん、29位カンさんです。これは卒業証書で、おめでとうございます。見なかった。おめでとうございます。はい、次は28位、28位カフェオレ星人さん、27位サトピさん、26位石並べなみえいとくん、25位クイズネスリーセブンさん、24位エンジョーさん、23位フルーツタルトさん、22位くんさん、21位ヨウさんさん、20位スリルさん、ありがとうございます。イエーイ。次19位、19位モルダーさん、18位クロポンさん、17位カスケさん、16位スギアンさん、15位アスカさん、14位山猫坊主さん、13位ラオウさん、12位タナベッチさん、11位ドラゴンリングインさんです。おめでとうございます。わあ、3月だね。ありがとう。3月だね。3月って感じする。はい。はい、おめでとうございます。はい、では次。でん、10位。グランドスラムさん、おめでとうございます。9位。エンジョーさん、おめでとうございます。8位カズチアットマークアヨパミンさん、おめでとうございます。7位アットマークアヨパミンさん、おめでとうございます。6位あやかりんさん、おめでとうございます。5位トボニーさん、おめでとうございます。4位ライゾさん、おめでとうございます。はい、こちら優秀なトップ10の皆さんです。パチ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 、
おめでとうございます。はい、ではどうぞ。待って、あげる人こうしないか。普通にあげる人は普通にこうやって、もらう人がやるのか。これはでは第74回おしめイベント第3位はバーン、セージアットマークカレーパンさん、ありがとう。第3位イエーイ、第3位です。ありがとう。卒業おめでとうございます。ありがとう。はい、では第2位はでーん、やすべさんです。ありがとう。イエーイ、にやすべさんも卒業おめでとう。はい、それでは第1位、第74回おしめイベント第1位、 この方です。でーん、あーちゃんでした。おめでとうございます。おめでとうございます。イエーイ、1位。贈呈贈呈、ご卒業おめでとうございますね。これさ、かわいいでしょ、かわいいでしょ。これごきげんよう、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。かわいいでしょこれ、卒業証書。3月ということで卒業証書にしました。皆さんありがとうございます。ということで3月が最後ですね。3月のランキングが最後なので、皆さんもう多分明日明後日とかまでだよね。だから今月分のやつは来月またやります。こんばんは。明日までか。明日まで。ということで終わろ。ランキング発表終わり。もうあさってだ、みちゅさんのコンサート、卒業コンサートもあさってでなんですけど、全然実感なし、実感なしだ。まだまだ。でも明日ねリハーサルがあって、最後のリハーサルで明日頑張ります。
頑張ります。頑張ります。頑張ります。マウスマウス。マウスマウス。早いねー。早いねー。髪の毛染めますか？私、あ、卒業したらですか？わからないね。わからない。わからない。全然そういうのとか考えてないです。考えてないんですよ。うん、こんばんは。もう絶対に絶対に卒業したら髪の毛染めるみたいな、そういうのとか特にないです。でも昨日ね、そう、あの爪をネイルをしたくて、そう、あのそう、あの OK になったからネイルしたくて、昨日てか、ね、マニキュアをね、なあの本当に何種類か買ったんだけど、で昨日やったりしてたんだけど、なんかしっくりこなくて、3回ぐらいこう塗って落として塗って落としてって3回ぐらいやって、もうなんか結局色はすごい可愛いんだけど、なんかしっくりこなくて自分の中で。そうだから、結局何もしてない。もう結局透明のやつだけ今塗ってて、もうこの結局透明のこのピカピカが一番落ち着くなっていう感じ。そう、なんかマネキュア専用のトップコートっていうさやつも塗ったから、いつもよりもすごいなんかピカピカしてる。なんか綺麗にピカピカって感じ。でもあの卒業公演の時はなんかやりたいなって思って、卒業最後だからなんか卒業公演近くでなったらなんか爪やりに行こうかなって思ってるぐらい。そう、けどそれまではわかんない。なんかやるかわかんない。なんか結局ね、なんか私結構ピカピカが好きなの。このピカピカの感じが、え、ね、この今自分のこの親指の爪が、あの見てほしいんだけど、この今のこの私の親指の爪がピカピカすぎて、あのこれをすごい見るのが好きで、そう、今ね、あの本当にめちゃくちゃピカピカなの。特にこの左手の親指が見てほしい、めっちゃピカピカなの今。だからこのピカピカがすごい好きだから、そういや、キラキラも好きなんだけど、いや、キラキラも好きなんだけど、そう、ピカピカの方が結構好き。そう、好きで、でもなんかね、いや、キラキラも好きだよ。キラキラも好きなんだよ。でも、うん、そりゃそうなんだよね。そう、好きなんだけど、まあでもなんかしっくりこなかったっていう。昨日キラキラもつけたんだよね。キラキラもつけて、あ、なんかいいじゃんと思って、いいやんって思いながら、いやでもなんか、いやな、
えーって、なんかうんって感じになっちゃって、最初いいやんと思ってたんだけど、やっぱ自分でこうやるからかな、こうやってもらったりしたら絶対いいんだけど、そのネイリストさんとかにやってもらったら絶対いいんだけど、自分でやるからか、ちょっとなんかちょっと納得できなくて、自分でだからもう、そう3回ぐらいもう昨日爪を落としました。こんばんは。まあそんな感じですかね。そんな感じ。そんな感じなんだよね。そんな感じっすね。ね、これね、最近見てほしいんですけど、これね、あの美顔器なんですよ。これドクターシーラボっていうさ、シーズラボっていうところのこれ美顔器なんだけど、これをね STU に入るほんと前にこれを買ってて、そうでね、最近そのまあ部屋の片付けとかしてて、これクローゼットの奥からこれが出てきて、あのうわっやばい、これ懐かしいと思って、これずっと使ってなかったんですよ。でやばいって、懐かしいって、これと思って、これで最近使ってるんですけど、めちゃくちゃ良くて、これあのこれめちゃくちゃ良くて、あのずっと使ってなかった、あのその多分一回引っ越しとかもして、そう STU に入ってからなんかその、まあ、結構奥の方にしまってたっていうのもあって、そうこれをね最近使ってるんですけど、これすごくて、これモード1とモード2っていうのがあって、モード1をやって、モード1が終わったらモード2をやるっていうこの順番があるんですけど、まあこれもモード1ももう強弱てか強弱どっちもあって、その私はどっちも強い方でやってるんだけど、これ結構電気が流れるんですね。これあの1秒間に何だっけ、1秒間に数百万回の振動みたいな、なんかよく分からんけどあのそう結構電気が流れるんだけど、その電気がめっちゃ気持ちよくて、そう結構ちょっとビリビリになる感じ、ちょっと、ビリ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 ってなってる感じなんだけど。めっちゃ良くて、最近これをお風呂上がりに、だいたい10分間ぐらいあるんですけど、これお風呂上がりにそうこうやるのにハマってて、めっちゃいいの、これ本当にめちゃめちゃいい。今までそうずっと使ってこなかったっていうのがちょっと、そうあのちょっと悔やまれるところなんだけど、ちょっと悔やまれることなんだけどもでもこれねすごくてさ、結構肌の調子も良くなるし、あの顔色がすごい良くなる、あのお風呂上がりとかもこれをやるとめちゃくちゃ顔色がこう良くなったりとか、肌質もなんかすごい変わるし、めちゃくちゃそう良かったものをずっと使ってなくて、本当にもったいないって、もったいないなって思っちゃったんだよね最近。血行が良くなるのかな、ちょっと分かんないけど、でもめっちゃいいんだよね。いいんだよね。
だから最近はお風呂上がりにこれを使うのが結構楽しみ。そう、ピリ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 ってなるのがすごいいいんだよね。そう、結構効果があるんですよね。そうなんですよね。そうなんですよね。ランキング発表しちゃった、しちゃったよ。もうごめん、最初にしちゃいました。こんばんは。プー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 。残念、無念、うーうー無念、ごめんね。でも入ってたかな、ランキング。こんばんは、こんばんは。頑張ってください。ありがとうございます。頑張りますな。ちょっと何かわからないけど、何かはわからないけど頑張ります。あ、57位だ。57位ですよね。ありがとうございます。ランキング、こんばんは。コンタクトの調子がおかしい。私、私だよ。こんばんは。前髪切っちゃう。前髪わからない、多分切らない、切らないと思う。このフードめっちゃでかいんだよね。でかくない？これの掘り出し物メールいいね。あ、いいでしょ。最近、最近、そう、最近ね、あの昔の写真をこうメールに送ったりしてて、多分あんまりメールでは送ってないと思われる写真を最近送ってて、だから未公開写真みたいな写真を送ってるんですけど、いいでしょあれ。そう、なんかもうさ、せっかく昔の写真とか、私が加入前のとか結構
こう何眠っている写真が結構いっぱいあるから、もう全部メールに送っちゃおうと思って、せっかくだから皆さんに見せれるものは。そう、とりあえずその写真のタイトルっていうか題名だけつけてどんどん送っていこうって思って、何枚か今んとこ送ってますね。こんばんは。あ、そうね、高校生の時の写真とかもそう送った。あとはパセリが私の家にガが入ってきた時にガの退治に来てくれたんですけど、そのパセリが退治をしてくれているその写真とかねあ、手だけね、手だけ写ってるところとか、あとまだまだ送るので、シティーに加入前の時じゃなくて加入後とかもこう送ったりするので、懐かしいなみたいな感じでちょっと見てくれたら嬉しいです。ヒーロー、ほんとヒーローだった。もう心強くて、私さ虫だけ本当に無理なんですよ。私もう虫だけはもうとにかくもう無理で、そう蛾が出た時もどうしようかと思って、あのもう私さ壁は白いんですけど、一面白いんだけどさ、このさ白い壁に結構デカめの黒い物体がついてるってめっちゃ怖くない？私それがさトラウマすぎて、時々でもあるの、こうさ白い壁をこうやって見上げててさ、白いとなんかついてたらすぐわかるじゃん。でさ白い壁をさこうやって見上げててさ、ふとよ、ふとパッて見た時にさなんか黒いのがいるみたいな、で近づいたら雲だみたいなとか結構あって、でその感じでこう見上げた時にめちゃくちゃでかいこう黒い物体がついてて、うわーって、しかもこうガジャンみたいな、ガって結構飛ぶからさ最悪と思って、たらパセリが退治しに来てくれて、あの写真送った方は見たと思うんですけど、ハンガー結構上の方にさガがついてたから、ハンガーでこうハンガーを縦にしてこうやってうわーってやって、そうそれで退治してくれました。結局そのどうやって退治したのかがちょっと覚えてないけど、そうめっちゃねびっくりした。でもあの時はかなり叫んだんですよ。あの写真撮ったけど、私も実際写真は撮ってるけど、そうもうそんな何余裕っていうかがあるわけじゃなくて、その写真は撮ったけど実際めちゃくちゃ叫びすぎて喉やったもん、あれもう叫びすぎて、そう喉がもうダメになっちゃって、それぐらい叫びました。それぐらい虫は本当に苦手、本当にめちゃくちゃ叫んだ、もうやばっけ、やな、近所迷惑でやばかったと思う、近所迷惑すぎて、うん、でもそう、そのおかげで私はそうもうなんかちょっと安心、パセリがいるっていうだけでそう安心できますもう虫が出ても心強いよね、本当に。パセリもでも虫苦手って言ってたんだよね。
そういえば後から知ったけど、実はパセリも虫が苦手らしくて、だけどそんな中でも助けてくれた勇敢な姿、本当に素晴らしいです優しいよね。でも私もだからもうなんかそういう、そう、人のためにこう自分のそういう自分も苦手だけど、こうやって人のためにさ、こうやってやってくれるこう姿ってさ、すごい優しいよね。優しいよね。私もそういう人間になりたいわ私もそういう人になりたいね、素晴らしいよね、本当ありがたいなって思ったよ。この横髪が気になる。優しいよね、本当に。いや、虫が退治できる人には多分なれない。虫だけはどうしてもなれない。私は虫だけは本当に無理で、無理なの、正直。だけどそういう優しさをこう持った人っていう優しさを持つ人、そう、はいいよね、やっぱり。虫だけはもう無理、虫だけはそう無理です。虫だけはどうしても無理。こんばんは。こんばんは。あーちゃんめちゃくちゃ優しいと思う。本当？そんなことないよ。そんなことないよ。そんなことない。そんなことないから。私優しくないから。あなたの方が優しいよ。初見です。ありがとうございます。やっぱもう優しいよ、だって優しい。いや、そう言ってくれる皆さんが優しいんだよ。そうなんだよ。こんばんは。優しいんだよでも最近さ、すごいね、アニメを見ててさ、すごいね、好きなシーンがあったんですけど、こんばんは。すごい好きなシーンがあって、その人間はね、人間の数だけ世界があるっていう、その人間の数だけ、そのなんていうの、人間の数だけ、そう、見える世界がこうたくさん、違う世界がこうたくさんあると、その人によってその何、違う、人それぞれあるから、その人がこう生きてきたね、あるわけじゃん。そうだから、そう、見方人それぞれで、
いろんな世界があるから、そうだからもうそんなもう なんだろうね、そうあるからもうでもそれが本当にすごい私は結構心に響いて、そのそのシーンが、そうだからあーなんかこうさ簡単にこう人を傷つけたりとか、そうこう人を傷つけるようなことを言ったりとか、人をこうバカにするようなことを言ったりとか、なんか本当なんかそういうことってさ本当に良くないじゃん、良くないっていう、そのなんて言うんだろうね、うん、結構やっぱそういう人がさまあいたりするじゃないいたりするじゃないそうだからさ、なんか本当に改めてそういう風に私は思ったね、それを見て、そのシーンを見て、そう人それぞれ、そう生きてきた生き方が違う、生き方も違うしさね、生きてきた過程が違うから、いろんなさ価値観があって、そうそれぞれいろんな世界があって、そうだからそうで私は最近それを見てて思って、すごい心にあの刻んだ刻み込んだ、そうこれはすごい人生にとっても、自分の生きていく人生にとっても、そうすごく大切なことじゃない？そういうそういう何そういうさことをことがちゃんと自分の中でこう分かって生きていくのと、そういうのをちゃんとさ分からずに生きていく、分からずにっていうか生きていくのとではちょっと違うのかなって思って、だからそういう気持ちをも気持ちそういう気いや日本語下手すぎる本当に私はそうだからそういうふうに思ってると、なんかすごいすごい、うんねねうん、いやでも言いたいことわかるかな、言いたいことはわかります、言いたいことは伝わるかなそうだからもう本当に簡単にだから人を傷つけたり、そうバカにしたらダメだよねっていう話、
ねって思って、すごい、あーすごいいいなって思った、それ見て。いいなー、確かになーって思って見てました。うん、こんばんは。肝に銘じて銘じておきますって。ワンちゃんが紹介してくれる話いつも素敵すぎるかメモしてる。本当に私の話をどうやってメモしてるんだ。まあなんかいいなーって思ったら、すごー、あや語録だね、あや語録、さや語録だっけ、ならぬ、こんばんは。映画見た後って世界の見え方変わるよね。映画ですか。あー確かに変わる時もある、変わる時もあるね。確かに確かに確かに。だからさ、いいよね、なんかやっぱさ、アニメとか映画とかドラマとかなんかやっぱいっぱい見たいなってすごい思ったんです。いや、そう、それこそそれで、なんかいろんな本当に発見というか気づきがあるから、まあ本とかもそうだけど、なんかいっぱいそういうのを見たり読んだりしたいなってすごいさ思った。うん、思ったんだよね。こんばんは。この横髪が気になるんだよね。こんばんは。のアニメ、青春豚野郎っていうアニメ、青春豚野郎です。ちょっと題名ないんだけど、結構前から見てて、そう、最近全部見終わったんですよ。それで最終回まで全部見終わった。最終回って結構シリーズあるけど、そのファーストシーズンの最終回まで見て、そう、なんかね、私はそのシリーズの本当最後の10、11とか12話ぐらいの最後の
ら辺の輪がすごい好きっていうか、おすすめ、すごい良かったです。最後ら辺がめっちゃいい話で、あ、そう、バニーガール先輩、そう、めっちゃいい話で、そう、さっきのとかもそうだけど、言ったのとかもそうだけど、あのすごい考えさせられるあのアニメでした。しかもめっちゃね、青春系、めちゃめちゃ青春系、青春アニメって感じ、めちゃめちゃいいです。あの場所とかも多分七里ヶ浜とかあたりのそのそうお話なんだけど、こんばんは。そう、それでおーって思って、あと曲がめっちゃいいです。曲もめちゃくちゃ青春って感じで、私は好き。その曲のね、君のせいっていう曲があるんだけど、めっちゃ好きなんだよね。最後のイントロの、イントロじゃない、あの最後のエンディングの曲もめっちゃねいいですよ。皆さんギフトありがとうございます。私も、あ、え？七里が、あ、なんかあの湘南、そう、私あのヤンマガ撮影でその辺だったんだよね、ヤンマガ撮影の確か湘南ってそう言ってて、確かにそうじゃん、聖地巡礼してたいや、その辺りだったからちょっと分からんけど、でも私もその辺行って、え、湘南って七里ヶ浜なの？あの富士、なんだっけ、藤沢とか江の島とかが出てくるんだけど、そのアニメ藤沢ちょっと忘れたけど、藤沢だった気がする。で湘南ですか、藤江の島とか、なんかその辺、聖地巡礼してた、知らぬ間にそうなんだ、なんかあの辺さ結構まとめて湘南って言うんだよね、なんかそんな感じのことメイクさんが言ってた。いいね、でもめっちゃ綺麗だったもん、本当にちょうど夕日が出てた時間、ちょうど、まあ、車に乗ってたんだけど、めっちゃ綺麗だったもん知らないうちに聖地巡礼してるパターン、いや、あるよね、そういうパターンね、意外とさ、そえみたいな、そこ行ったことあるでみたいな、あるよね、意外と、わかるわかる。あ、鎌倉高校前、なんか多分その辺出てくるんじゃない、多分知らないうちにさ、そう、あのパターンない、おもろ、まあそんな感じですかね。じゃあ、
あ、ボッチザロック、あ、ボッチザロック大好き。もうボッチザロック大好き。しアニメの中でボッチザロックが一番好きかもしれない。ってぐらい大好き。下北 FM、 下北沢、下北 FM、 下北 FM 結局行けなかったな、スタジオの方には。大倉さんがさ、来てくださいよって言ってた、言ってたけど結局行けない。ピエン、まだまだリモートだよね。ボッチザロックの推しはボッチちゃんです。絶対絶対絶対ボッチちゃんです。ボッチちゃん大好き、大好きです。明日おもこいの聖地巡、いいね、聖地巡礼いいね、聖地巡礼。いやもうぼっちちゃんはもう仕草とか全部可愛すぎて、もうあの本当に萌えって感じ。もう可愛すぎるもんだって。あんなの、あの女子の私でもさ、もう可愛いってなるよ。だってあれは、うん、だからもう本当に可愛い。ということで終わります。13位おいもたん、ありがとうございます。12位人生さん、ありがとうございます。11位かずいさん、ありがとうございます。10位ラブリーホテートさん、ありがとうございます。9位サージカルさん、ありがとうございます。8位ギルスさん、ありがとうございます。7位チカードーナツさん、ありがとうございます。6位ポムさん、ありがとうございます。5位カスケさん、ありがとうございます。4位マツくんさん、ありがとうございます。3位エンジョーさん、ありがとうございます。2位マキマキさん、ありがとうございます。1位がヤスベイさんでした。ありがとうございました。イエーイ、いや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 、ありがとう。じゃあみんな今日金曜日だ、お疲れ様です。1週間あとで X 投稿します。ケーキの写真載せるね。バイバーイ、おやすみー。